よし、やっていきましょう。クレイジー日本語。私、日本語がちょっと苦手な人種なんですけれど、こちらのアプリで正しい日本語を学んでいきたいと思います。スタートでやっていきましょう。お願いします。お、クイズその1。生ぬるい。全部で50問あるのか。結構ボリューミーだね。頑張ってやっていきましょう。1番目から、生ぬるい。何が生ぬるいのかな？やっていきます。真夏にはやっぱり、冷たいカルピスだよね。Why Japanese people? 外人がドン引きしたカルピスの意味を。カルピスの意味？もともとあるのかね、カルピスって。造語なのかな？あ、でもなんかこれ聞いたことあるかもしんない。カルピスの発音が何かに似てるとかそういう感じじゃなかったっけ？カルピス。カルピス。ピスが、小便だから、カオピスかな？牛って英語でカオじゃん。カオピスに聞こえるってことかな？ちょっと答え読むしか、1番目。これかな？あ、これで答えるのか。で、1番、牛のおしっこ。お願いします。お！正解。そういうこと、聞き間違いってことね。似た発音だからそういう風に聞こえちゃうと。なるほど。こんな笑顔で飲んでるけど、こいつ牛のおしっこ飲んでるんだって感じに捉えられちゃうってことか。みんな大好きカルピスは、英語耳で聞くと、カオピス。つまり、牛の尿と聞こえてしまう不幸なネーミングを背負っています。本来の意味は、牛乳のカルシウムから、あ、カルピスのカルなんだ。あ、カルシウムのカルなんだね。知らなかった。そして、サンクスクリット語で父を意味するピスを合わせたものですが、なので、北米での商品名は誤解を避けるために、カルピコという、そうなんだ、知らなかった。すげえ知識が頭に入る。すげえな。なるほどね。カルピスって、カルシウムのカルから来てたんだ。それ知らなかったな。勉強になるね。僕のポカリスウェット飲む？ Why Japanese people? 外人がドン引きしたポカリスウェットの意味とは？ポカリスウェット？唾、耳くそ、鼻くそ、汗。スウェット？ウェット？汗かな？ポカリってなんだ？ポカリ、英語じゃなくて、なんか、ローマ語とか、ローマ語とかそこら辺ちょっと見てみましょうか。多分汗じゃない？だね、正解。僕のポカリスウェット飲む？スウェットは皆さんご存知の通り汗、そうだね。なぜドリンクに汗なのか？まさか成分が入っている？最初は孫つく外国人もいることでしょ。ポカリってなんだろうね。なんか、ポカリみたいな感じの言葉だと思うけど、求めたがわかんないね。外国人の人、外国でもポカリスウェットっていう名前じゃないのかな？違う名前なのかね、これも。僕は日本の近畿地方出身です。Why Japanese people? 近畿の意味。近畿、おなら、変態、スラム、ゴリ。近畿か。変態ってことかな？だね！要するに似た言葉を考えればいいんでしょ？それだったら簡単だね。安心できねえよ。近畿地方出身です。おまわりさん、こいつです。答え、英語そう、近畿って言葉が変態って意味だから、近畿と似てるってことか。だから近畿大学は海外向けの呼び名を近畿ユニバーシティから近代ユニバーシティの変更を検討してる。そうなんだ。なるほどね。変態大学になっちゃうもんね、それだと。変態を輩出する大学になっちゃうから、それとちょっとね、評判というか、ね、イメージが悪いから近代ユニバーシティにするってことか。なるほどね、面白い。4問目かな？私は昔、貧乏だったわ。Why Japanese people? 外人がドン引きした。貧乏の意味。貧乏ってことか。貧乏。だから、売春婦ってことかな？だね。あ、面白い。英語の勉強にもなるし、昔、売春婦だったら。英語の貧乏は、遠回しに言えば、そう、尻の軽い女、ビッチみたいな感じだよね。ストレートに言えば、売春婦の意味があります。特に女性は気をつけなきゃね。昔、売春婦だったの。本当は貧乏で、でも苦労してここまで成り上がったのっていう美談を話したいのに、ただのね、やりまん宣言になっちゃうからね。なるほど。これ男が聞いたらちょっと悲しい過去になってしまうからね。峯岸かおるです。かおるでいいわ。Why Japanese people? 外人がドン引きした。かおる。かおる？なんだろう、かおるって。この中だと、牛の糞だったら面白いなっていうのがあるから、牛の糞にしとこうかな。おお、正解やった！やったぜ！牛の糞でいいわ。あ、カウズプー。カウズプー？英語のカウズプーは牛の糞と聞こえるそうです。日本語だと、とても優雅な名前ですが残念です。海外ではくれぐれも名字だけとか発音に気をつけましょう。カウズプー。似てるかな？どうなんだろう？でもネイティブの人が聞いたらちょっとそういう風に聞こえるのかもしれないね。牛の糞でいいわって。なんで肥料宣言してんだよ、お前は。
次、6問目かな。次は千葉、降りの際には、Why Japanese people? 千葉の意味。千葉スラングなのかな。この中だと、ドン引きする要素があるのはマリファナかな。頭痛薬とか鎮痛剤でも別にドン引きされないだろうし。マリファナかな？答えてみます。おー、正解！今のところ正解率めちゃめちゃいいんだけど。マリファナキャフル！千葉はマリファナ、あ、そうなんだ、俗語のようです。残念ながら、なぜ千葉がマリファナを意味する俗語になっているのかはわかりませんが、あの有名サイトのヤホーナイツかの翻訳で、千葉と入力するとマリファナと出てくる。知らなかった、後で調べとこう、ヤホーで。Google じゃダメなのかね。Hi, my name is Nana. Why Japanese people? 外人がドン引きした Nana の意味は、これは、知ってるな、俺。おばあちゃんだよね。ちっちゃい子供が、お母さんのことをマーミーとか言うじゃん。それの、おばあちゃんバージョンじゃない？確か、ナナって。これなんか受験してる時、習ってる気がする。おばあちゃん。だね？うん。私はナナです。バラバラ、開け放した窓にの方じゃないのね。例文を、そのまま日本語で訳すと、こんにちは、私の名前はおばあちゃんですになります。英語では子供が、そう、ちっちゃい子供が言うんだよね。おばあちゃんのことを呼ぶ愛称がナナなんです。マミーと同じで、呼ぶのが、ちょっと恥ずかしいくらいのお子ちゃま言葉です。あまり元気に、挨拶はしない方がいいですね。そうそう、なんかね、長文時々さ、ナナ、一時期流行ったじゃん、ナナって少女漫画の。それで出てきて、これどういう意味なんだろうって調べて、で、漫画であったから、パッと覚えちゃった。うん。いいよね、あえて関連付けで覚えられるのって。アメリカに実在する通りの名前は？コストリート、虫けらストリート、ゲスストリート、クソストリート。どれだろう？あってほしいのは一番だよね。希望としては。あったらすげえ行きたくなる。チンコストリート、チンコストリートで行きましょうか。お願いします。やったぜ、チンコチンコ。そこには無数の卑猥なキノコが生えているとか、いないとか、信じるか信じないかは、あなた次第。アメリカに実在するのは、なんと、チンコストリート。実際あるんだね。本当にチンコだらけなのかな？行ってみたいな。次、オーストラリアに実在する地名は？チコッコベイ。エロ漫画、チンダル、バイアグラ。どうしてそれで下ネタに結びつけようとするのかね、私苦手なのに。これあれでしょ、エロ漫画とこでしょ。エロ漫画とは有名だよね。多分2番だと思う。ですね、ありがとうございます。結構探し回ったが、エロ漫画はどこにもなかった。なんでだよ！そうだね、河川敷とかにあればね、あるんじゃない？今置いてあるかどうかわかんないけど、俺が子供の時はね、たくさん落ちてたよ。雨で濡れて塩塩になったエロ本が。ネットで日本の際どいの見える？お前ネットで見んな、それ違法だろ？オーストラリアに実在するのは、なんと、エロ漫画でした。エロ漫画と、ね。よくあるよね、世界地図とか見て発見した時は衝撃的だったよね。コスタリカに実在する通りの名前は？ 1、ボロカス通り、ボロクソ通り、ピカス通り、我慢汁通り。そんなのあるわけないだろ、我慢汁通りなんて。でもこの中だったら、ピカス通りがあってほしいな。ボロクソとかボロカスではそこまで面白くないし、ピカス通りで。来たこれ、本当にあんの？溜まってそう。どんな通りなのかと来てみたら、普通の道でした。観光名地とかそういうわけではないんだね。コスタリカに実在するのは、なんと、チンカス通りでした。こういうところ巡ってみたいよね。パワースポットになりそう。ロシアに実在する通りの名前は、おなら通り、やりきん通り、ゆるきん通り、スカッと通り。4番危ないからダメだろ。スカッとってでもさ、海外の言葉じゃないの？そういうのをさ、つけないでしょ。だから、日本語っぽい名前だったら、多分つけても向こうの人は全然卑猥だと思ってないからつけると思うんだよね。この中だと、やりっんかな、やりっんであってほしい。あー、不正解だ。だから誰だよ、お前ね。女神様。地獄の女神様なのかな。もう一回、もう一回。かわいいワンちゃん。じゃあ、おならかな。ゆるっんはさすがに、でも発音的にありそうじゃない、ゆるっんって。ダメか。でも、スカッてはないと思うから、おならだと思う。あるんだ、おなら通り。誰一人おならしねえし、つまり、おならを嗅ぎに来たのか、お前は。するわけないだろ、ロシア人舐めんな。ロシアに実在するのは、なんと、おなら通り。発音どういう感じなんだろうね。おなら通り、みたいな。インドネシアに実在する地名は、1、ゲロ、2、キッタマーニ、3、トゥース、4、マジクソ。キッタマージであってほしいな。キッタマーニ、希望ぬ。おー、来た来た。俺の予想がすげえ当たるんだけど、キンタマーニ犬だって、キャンタマキャンタマ。インドネシアに実在するのはなんと、キンタマーニ。でも聞いたことあるかもしれない、キンタマーニ。キンタマーニを祖母としますが、日本語で男性器であるキンタマ、過去、睾丸に通じることで有名だそう。
そうなんだ、向こうでは有名なのか、金玉アニ通り。これ日本だと、黄河岩って意味なんだぜ、みたいな感じで。面白いね。おしゃれには聞こえないけど。13番目。イタリアに実在する通りの名前は、ゲップだね、不思議だね、みたいだな。2、うぜえ。3、フルボッコ。4、うんちなの。何このうんちなの宣言は。うんちなの面白いね。4番目。合ってたわ。面白い選択肢が答えになってんじゃない、このゲーム。うんちなの、バブーバブー。赤ちゃんプレイかな。俺も将来こうなるのかな。イタリアに実在するのはなんと、うんちなのでした。ナノレベルのうんちみたいだね。すごいよく分解吸収されたうんちみたいな。いいじゃない。スイスに実在する地名は、ローター、アポクリン、オチリー、アクメ。ところどころに下ネタを挟んでくるのは何なんだろうね。この中だと、ローターとアクメはないと思う。だって向こうでも普通に言うしね。アポクリン、オシリー。どっちかだったら、オシリーの方が面白いから、多分答え的にはオシリーだと思うんだけど。ほら、来たこれ。作者さんのね、脳内がね、読めるように読めるとかじゃない。言い方、オシリー。スイスに実在するのはなんと、オシリーでした。まあね、こういう地名ってね、探すとキリがないけどね、何度見ても面白いよね。トルコに実在する地名は、1、発展、2、やらせ、3、青缶、4、尻拭け。尻を拭いてってことだな。どうだろう、発展があったら面白いんだけどな。もう、ホモの聖地になりそうだし。1番で行こうかな。あー、ダメか。なんだろう、やらせ。やらせ別に答えでも面白くないし、青缶、尻拭け。尻拭けとかじゃない？この中の選択肢で尻拭けってなんかさ、日本語的におかしいじゃん。尻拭け。ほら、来たこれ。素晴らしくない？これ、勘で答えを当てるのが上手すぎなんだけど、これ。本当にあるの？シリフケ。トルコに実在するのはなんと、シリフケ。あ、こう書くんだ。でした。トルコメルシン県の町、およびそれを中心とした自治体であり、メルシンの西 80km、チュクロバ地方の西の端にあります。めっちゃ丁寧に説明してくれるね。今までちょっと説明結構省いてたのにさ、ここだけはすげえ説明してくれるね。詳しいのかな？アメリカに実在する地名は、コンドーム、レンコン、おならすか、陰毛。コンドームはないと思う。実際向こうでもコンドームって言うよね。おならすか、怪しいな。陰毛かおならすかだと思うけど、この中だったらおならすかの方が面白いんで、3番目。ほら来たこれ。面白い答えを選べって。発音、出るぞ。出たースカアメリカに実在するのはなんと、おならすかでした。あ、なんかおならすか。なんか発音的にもアメリカっぽいね。アメリカ合衆国ウィスコンシン州西部に位置する都市で、人口は 17,736 人。少ないね。すごいちっちゃい州なのかな、じゃあ。次、アイルランドに実在する川の名前は、コイン川、ハゲ川、KY 川、ナイル川。あー、ナイル川はアイルランドじゃないから、コイン川、ハゲ川、ハゲかボインだと思う。KY はなんか発音的になさそうだよね、KY って。KY リバー。あるかな、人の名前で DJ ってあるぐらいだからね。ボイン、ハゲ。ハゲの方が面白い。ハゲで。あー、ダメか。じゃあ、ボイン。あー、ボインの方か。しまったな、クソ。ボイン側から女神、ボアンが現れた。実在するのかな、この人。戦う、逃げる、求婚する。なんでそこで愛を求めてんだよ、お前は。この状況でよく求婚できたよな。アイルランドに実在するのは、なんと、ザ・リバー・ボインでした。全長が112キロと短いにもかかわらず、ボイン川は歴史的、考古学的、そしてケトル神話の上でも重要な舞台となっていたそうです。じゃあ有名な川なんだね、ボイン川って。入ったら胸が大きくなりそう。女性の方必見ですね。次、マレーシアに実在する地名は、イボジ、パンティ、オーラルセ、4、カウパー。どれだろう。面白いのはパンティ。パンティありそうだよね。パンティかな。おーら、来た、これ。すごい、実際にあったら夢のような楽園だな。パンティ山。パンティトロピカル果樹園。パンティドリアン、臭そう。マレーシアに実在するのは、なんと、パンティでした。マレー半島の先端、ジョホール州にあります。ジョホールバルの北東にある、コタティンギの町から北に行ったところだそうですよ。発音が難しいカタカナが多いな。実際行ってみたいね、パンティ山。パンティがたくさん木になってるんだろうね。次、インドネシアに実在する山の名前、ムラムラ山、バトル山、バカ山、ホーケー山。この中だったらムラムラ山かな。
あ、ダメか。絶対これだと思ったけど、正解。面白いのは村間山だけど、バカ山？宝剣山？宝剣山かな。あ、違う。となると多分バカ山かな。バトル山だったら面白くもなんともないしね。バカ山かな？だね。オッケー。ウケる。バカ山、バカ、バカそう。風評被害も肌々しいわな。名前付けられただけでこんなにバカにされて。人にバカって言った方がバカなんです。インドネシアに実在するのはなんと、バカ山でした。インドネシア、ボルネオ島の西部にあります。後で地図帳で見てみよう。世界地図あったかな？実家に多分保管されてると思うけど。オランダに実在する町の名前は、1、マダム、2、ズボンニベルト。これ面白いな。3、お風呂のぞき、妖怪みたいだよ。4、スケベ人間。俺ではないですね。この中多分スケベ人間が一番面白いから、スケベ人間。来たこれ！ヌーディストのためのビーチがある。ヌーディストビーチか、これが。おっさんとおば、そうなんだよね。ヌーディストビーチとかさ、混浴とかさ、期待していくけど、大抵この年寄りしかいないの。悲しい現実。オランダで実在するのはなんと、スケベ人間でした。ここの海岸は、オランダで最も人気の高いリゾートビーチです。海水浴だけではなく、水上スポーツ、映画館、劇場、カジノ、すげえな、ショッピングなどのエンターテインメントも充実。スケベになりたい気分。そんな、なんでわざわざさ、海にまで行ってさ、映画見なきゃいけないの？映画は映画で普通に見ればいいじゃん。なんで海まで行って見なきゃいけないんだろうね。わからないな。次、21番目。あなたはとても綺麗な人ですね。Why Japanese people? タイ人がドン引きした綺麗の意味。タイ人？英語ではないってことか。オカマブサイク、鈍い、汚い。このイラストを見る限り、オカマかな？オカマなんじゃない？あ、違うか。だとすると、怒られてイライラするのはブサイクかな？おー、来た来た来た、ブサイク。とてもブサイクですね。それはドン引きするわな。キレイはタイ語のキーレイ。あ、キーレイって言うんだ。意味はブサイクです。反対の意味になっちゃうわけだね。お姉さんすごい綺麗だねとか言ったら、お姉さんすごいブサイクだねってなっちゃうってことか。え、気をつけないとこれ。どんな綺麗な女性でも、日本語で綺麗って言っても意味がブサイクだから怒っちゃいますよ。気をつけないとね。タイの方ってさ、日本語喋れる人多いからさ、普通に日本語で話しかけちゃうじゃん。で、お姉さん綺麗だねとか言ったら、多分日本語すごい詳しい人だったらちゃんと綺麗の意味わかるだけど、ちょっとさ、習いたての人だったら、あーんって感じになっちゃうんだからね。これほんと気をつけなきゃいけないね。次、22番目。ブラジル最高！いい気分だ。Why Japanese people? ブラジル人がドン引きした、いい気分だね。いい気分だから、悪い意味なんの？いいお尻、いい君、いい胸、いい足。なんだろう。イラッとくるのはいい君かな？いい君で。あー、違うか。いいは同じなのかな？どうだろう。ケツを見て、胸、足。足とか胸はさ、なんか、いい、胸だねとか、いい足って言われても別にそうだけど、お尻とかって結構さ、そのなんかからかう時に使うじゃん。だから、いいお尻なんだよ。来たこれ！素晴らしいな。俺の感覚、いいお尻、いい気分は、いいお尻、いい気分だに聞こえる。そうなんだ。いい気分だ。あ、確かにいい気分だに聞こえるね。確かにいいお尻を見たら、いい気分になるかもしれませんね。じゃあ、いいっていう意味は同じなんだ。発音も同じなんだね。なるほど。男だらけのところで言ったら勘違いされちゃうね。次、はじめまして。日本から来ました。キリュウと申します。キリュウ？キリュウじゃない、これ。あなたを舐めたい。回答的にはあなたを舐めたいが面白いけど、多分キリュウ、キリュウなんじゃない？これ聞いたことあるな、どっかで。多分お前を殺す。だね。うん。日本から来た、キリュウ！いきなり自己紹介とともに殺害宣言されるわけだからね。英語でキリュウは、キルユウと聞こえるようです。だから名前を明かすと同時に、脅迫になってしまう可能性もあるので、くるぎれも気をつけましょう。じゃあキリュウさんかわいそうだね。名乗るときは下の名前で言った方がいいんだろうね。なるほど。もぐもぐ、うわ、これ苦！ Why Japanese people? 外人がドン引きした苦の意味は、1、ホームレス、2、アジア人、3、黒人、4、メス豚、苦。あー、これスラングだね。これ黒人でしょ。だね。うん。これも知ってる。ニガはニガ。そう。英語のニガーと聞こえるそうです。ニガーは主に英語圏において一般に黒人を指す別称として、用いられるスラングですので、十分に気をつけた方がいいでしょう。気をつけないとね。うん。次、はじめまして、日本から来ました、小林雄大と申します。これも、あれだね、もう、問題文だけで分かったわ。雄大ってことでしょ。キリュウと同じだわ。お前好きだろ、あなたに会えて嬉しい。チャック開いてますよ、お前死ね。お前、チャック開いてますよだったら嬉しいけど、まあ、雄大ってことで、お前死ねってことかな。よいしょ。だね、うん。これは分かりやすかったね。雄大！
雄大は英語の You die、 お前死ねというとんでもない意味に聞こえてしまう可能性があります。ただしこの場合の発音は die の方、あ、You die か、なるほどね、うん、die の方が、強調されていますので、前方の You を強調すれば名前として理解してもらうことはできます。勉強になるね。同じく die、 die などという名前にも注意が必要ですね。なるほどね、勉強になるわ。面白いなこれ。とりあえず半分終わりましたけれど、あれだね、日本語だけど海外行くと英語に聞こえるみたいな、で勘違いしちゃって違う意味で伝わってしまうみたいな、そういうこともあるんだろうね。いやこれ勉強にもなるし面白いね、いいわ。じゃあ時間もいい感じなんで今日はこれで終わりたいと思います。皆様もね、勉強になるアプリですので、海外でね使っちゃいけない言葉を学ぶ意味でもぜひやってみてください。はい、じゃあ今日はこれで終わります。お疲れ様でした。バイバイ。